こんにちは、ハブティー。はい、まえのんです。今日はですね、2018年もう終わりですね。今日はちょっと2018年を振り返りたいなと思います。どうぞ。はい、今日はですね、今日じゃないやまず最初に皆さん、2018年もお世話になりました。本当にたくさん応援してくださって、触れ合ってすごいいつも勇気をもらったりとか、たくさん元気をもらったりしてるんですけれども、それ以外のね、 SNS でずっと応援のコメントをしてくださったりとか、そういう方もたくさんいらっしゃって、 YouTube を始めて YouTube のコメントとかも本当に励みになっていて、すごく YouTube を始めて、なんかその SNS だけじゃなくて、そういう他にもこう自分が入れる居場所ができたというか、そういう感じで、すごく YouTube が私の中で大きい存在になってます。本当にありがとうございます。2018年振り返って、私今年すごくいろいろやらせていただいたなって思いました。去年よりも今年だなって思いましたね。まあ、毎年そういう気持ちになってるんですけど、でもそういう風に思えた年になれたのがすごく良かったなって思っていて、一番私の中で大きかったのが、自分のブランドエネビズを立ち上げることができたことが、私の中で結構大きいニュースで、たくさん YouTube でもご紹介させていただいたんですけれども、すごく大きかったなって思います。あとリップ美容液チュティのプロデュースさせていただいた発売だったりとか、カラコンまだね発売されてないんですけど、あとちょっとですね、もうサイトも立ち上がるかなって時なので、私がプロデュースさせていただいてるリルの新色ですね、第2弾が1月くらいに発売できるのかなっていう感じで、そしてですね、12月の25日、多分もう発売された後にアップされてるので、望みのすべてというスタイルブックを発売させていただきました。もうすごくたくさん、特に後半ですね、ババババって発売だったりとか発表だったりとかが固まってたので、なんかもう2018年の最後ら辺がすごくバタバタしてて、結構もう毎日いろんなことを考えながらお仕事をさせていただいたんですけれども、ということでですね、ちょっと急になっちゃうんですけど、私1月から事務所の自分のお仕事のグループラインがあるんですけど、そこでアルバムが、いつもミキさんが撮ってくださってるマネージャー目線のアルバムがあるんですけど、そこからちょっと画像を見ながら振り返りたいなと思います。まずですね、2018年私1月何してたかというと、ミニさんの雑誌に読んでいただいて、ちょっとストリート系の自分に挑戦してみたりとか、1月に109の大きいバーンっていうポスターのイメージモデルをやらせていただいて、その撮影をしていたりとか、で2月は主役の撮影してたりとか、まあ、ミシェルマカロンの EC撮影をしてたりとか、3月がファインボーイズさんの撮影をしてたりとか、あ、ドップリアプリの、今ねレギュラーでやらせていただいてるドップリアプリの初めての収録だ。4月はですね、エステグランデさんの CM の撮影をしていて、5分マッサージしたからってどうなるんだよって言ってありましたよね、あれの撮影をしてたりとか、5月がローリーブレスさんの撮影してたりとか、こちらもチアクロの撮影があったりとか、6月がラベールさんのカタログモデルをやらせていただいたりとか、ディズニー撮影してますね、ローリープレイさんのお仕事で。そして今っぽろ系、懐かしい今っぽろ系、浴衣で浅草かなこれ行ってたりとか、あと6月は私の誕生日のバスツアー、めっちゃ楽しかったな、誕生日の日。来年のバスツアーはやりたいですね。あとはビーナスアカデミーさんのお仕事で大阪に行ったりとか、あとかわいいジャパンだっていう、こちらも私がレギュラーでやらせていただいてる番組のロケをしてたりとか、それが6月で、7月がナイスクラップさんの EC 撮影とか、あれだ、 TikTok イベント、超懐かしい、7月22日に TikTok イベント、めっちゃ楽しかったんですけど、あれ地割りましたよね。なんかすごい暑い日で、暑い日だったのに、なんかすごい応募がめちゃくちゃ来てたのに人が来ないっていう事件があって暑すぎてもう外に 出たくないレベルの暑さだったんですよ。で1日もう外だったんです、そのイベント自体が。でなんか応募がめちゃくちゃ来てたから、今日は全然そういう心配なかったのに、なんか当日人が集まらなすぎて、なんか TikTok のそのギネスを更新するために何人でって決まってる人数があって、その人数でその TikTok をやってみたっていうギネスを更新したかったのに、人がいなすぎて、いっぱい来てたんですけどギネスまでの人数までいかなくて、結局人来たけど、まあ、ギネスになんなかったっていうのだったけど、めっちゃ面白かったですよね。めっちゃ楽しかった。あはやった。
で、あとはヴィーナスアカデミー大阪と東京とか行ったり、あと、あ、これも超楽しかった、私にとってすごく幸せな回、7月30日に白猫テニスの2周年特番に出させていただいて、めっちゃ楽しかったです。私、白猫テニスの現場めちゃくちゃテンション高くないですか？やばいですよね。他の仕事も大好きなんですけど、多分特にテンション上がってる。8月は作品撮りしたりとか、いろいろやったな。アベマ TV の大縁日、こちらも浴衣着てすごいたくさんの方と一緒に共演させていただいたりとか、で8月にジュティの撮影があったり、あと8月の27にハニーチェの CM 撮影があったりとか、カンコレに出させていただいたりとか、めっちゃやってますね。で9月には明智探偵事務所の私が出させていただいてる映画の完成試写会があったり、あとマルムさんの撮影に呼んでいただいたりとか、あと9月は KBS のさんの京都のラジオに出させていただいたりとか、10月7日はスーパー新チャンネルのイベントに出させていただいたりとか、あーで10月19日スタイルブックの撮影で香港に行っております。超楽しかった。やばいですよね、723枚アルバムその日だけで。で10月の25日にはエルヴィスのルックの撮影をしております。10月かな、一番大きかったのがそのスタイルブックの撮影したりとか、エルヴィスの、ね、展示会の準備したりとか、本当に10、11、12がすごく盛りだくさんだったかもしれない。でちょっと今気づいたことが、マネージャー目線がどんどん減ってきてます。今月一つもありません。しまっちゃってるって心の奥に。だって12月の画像一つもないですよ。やばい。予期目線の方が多いですけど、これこの間予期目線めっちゃ良かったですよ。それでなんか予期さんに嫉妬してるんですよ。なんか予期目線すごい評価高くてみたいな。予期さん持って行ってください。あ、取ってくださいよ。はい、ということで本当にグラグラ動画になっちゃったんですけど、こんな感じで2018年、本当にたくさんいろんなことをやらせていただいて、きっとこの見てくださってる方の中にも多分2018年に私のことを知ってくださって、興味を持ってくださって、応援してくださってる方に出会えた年でもあるかもしれないので、素敵な年だったなって本当に思います。2019年は今この動画を見てない方にもまた出会える年にしたいなと思うので、そのためにはね、もっといろんなところで活躍しなきゃいけないので、これからももっともっと向上心を持って頑張っていきたいと思います。本当に2018年お世話になりました。はい、ということで2018年最後のおやすみルクティー、良いお年を。まあ僕的には良きお年をの方が良かったな、はい、あ、そういうこと。え、良きとく。ただの良きとく。良きお年を。4月30日だ2019年。はい、切ります。